ホラー漫画は漫画のジャンルの一つ。怪奇漫画、恐怖漫画とも言う。主に恐怖感を煽ることを目的として構成された作品を指す。精神的、生理的恐怖に訴えるもの、目に見えない存在、理解できない存在による超常現象等をテーマにしたものや、死や痛みを直接的にテーマにしたブルータルなもの等もあり、これらの作品においては、 被害者の失点を重視したものが多い。梅津和夫、日野秀氏、伊藤純二、小賀真一などが、このジャンルを中心として、数多くの作品を発表している、代表的な作家である。講義には、シュールなユーモアやナンセンスなギャグ表現を盛り込んで、コメディを目指したもの、妖怪愛世界を描くことを中心としたもの、非日常的な存在と対決する、いわゆる大魔者、 等も含まれることがある。ただしこれらの作品は本来の主題である恐怖感の要素とは不可分ではあるものの直接それを目的としたものではない。1960年代の歌詞本劇が1960年代から1980年代にかけてヒバリ書房立風書房あけ棒の出版などから出版された絵書きおろし、単行本、 1980年代から1990年代にかけて、朝日、そのラマの、ハロウィン、文化社の、ホラーエムなどのレディース、少女向けの専門漫画雑誌などに発表された、ホラー漫画作品は、アングラ的サブカルチャーとしての性質が強く、その方面での愛好者も存在する。ホラー漫画始発の長編作品とみなされている、ギルバートンパブリケーションズのドクター、 ジーキルミスター・ハイドアメリカ合衆国では1930年代頃からホラー漫画が登場し始め、この当時はユニバーサルホラーに影響を受けたものが多かった。1940年代にはホラー要素のある推理物や犯罪ものが増えた。1960年代半ばに行われた表現規制の緩和に伴う殺人鬼映画やスプラッター映画の大ブームが来るまで、 映画ではなし得なかったおぞましい描写は、テールズ・フロム・ザ・クリプト等で知られる EC コミックを、はじめとする漫画雑誌が担っていた。この当時のホラー漫画の描写はあまりにも過激であるため、賛否両論が巻き起こり、しばしば検閲にかけられた。20世紀末期から21世紀にかけては、DC コミックスのヘルブレーザーやダークホースコミックのヘルボーイなどが登場し、 映画化を果たした作品も出てきている。主にホラー漫画を多く執筆している漫画家を記述。ありがとうございます。